次に村岡俊秀君。委員長。村岡俊秀君。大変 農林水産委員会で質問するのが久しぶりのような気がいたしておりますけれども、まあ、質問したいことがもう満載で、大臣、副大臣に、政務官にはよろしくお願いしたいと思います。まず最初に農林関係というよりもですね、ちょっと国会内のことで質問したいんですが、新聞に出た話題なんですが、大臣は参議院議員なんであんまり行かれたことないと思いますけれども、中庭の軽食堂が今度吉野家が入るようになりました。今まで43年間ロリアンというところが定食屋でやってたそうですけれども、私も秘書をやってた16年間すれば25年前にそこで食べながら、今回初当選して懐かしいなという感じで食べてましたが、まあ吉野家になることはこれは別に問題ではありません。でちょっと衆議院の事務局の方にお聞きしましたら、選定委員というのがいるそうなんですが、事務方で4名、それから秘書の中の協議会で会長を含めて3名、7名で、その食堂を出したい、レストランを出したいというところに基本方針、店舗メニュー、運営、安全衛生、その他ということで点数をつけるそうです。まあ点数で吉野家さんが上になったから、最終的にその点数を議運の理事が検討して、決めるということになっているそうであります。ただですね、ここでいろいろ問題が出たわけです。吉野家さんはいいですよ。吉野家さんというのは実はアメリカ産の牛肉なんです。そしてお米もですね、日本産じゃないんじゃないかとこう言われているわけです。もちろん今自由主義経済ですから、そういう入札結果で、吉野家さんになったのはいいんですが、まあ農林大臣として国産の牛肉、国産の米を進めている、それが国会の中の底に入ってくる、このことに関してはどう思われるか、大臣とそれから政務官のご意見をお伺いしたいと思います。林農林水産大臣。ちょっと私衆議院の食堂にあまり行く機会がないもんですから吉野家が入った後に今初めて、お聞きをしたわけですが、確か参議院では議員運営委員会の中に庶務省と自治委員会とかいうのがあって、そこで決めてたなと、当時議員の理事をやってた時の記憶をたどっておりましたが、まあそういう手続きを経てきちっと議員の方でお決めになると、まあこういうことだと思いますので、あまり私はこの立場でそれについていい悪いというのを申し上げる立場にはないとは思いますが、まあ一般論として申し上げれば、多分吉野家さんはお米は国産だろうと思いますけれども、いろんないい国産のものがございますので、国産の農産物をできるだけ活用していただきたいというふうには思っております。長島農林水産大臣宣伝。私もずいぶんお世話になりまして、ロリアンさんには特に時間のないとき有効ですから大変お世話になってまいりましたけれども、つい先日議運の理事さんから入札によってでかなり点数の開きもあったこともあって吉野さんが入るということをお聞きをしました。大臣がお答えをしたとおり、米は国産だろうと思いますが、牛肉はご指摘のとおりだろうと思います。できればですね、国会バージョンで国産の牛肉も使っていただけるような形にできればありがたいなと思っておりますが、私は公平な入札のもとで行われたことですので受け入れてまたお世話になろうと思っております。委員長。村岡俊秀君。まあ、私も大学時代から吉野家さんにはお世話になっている方なんで、そうとは言えないんですが、ただですね、実はこういうことがあるんです。私も農業地帯の出身ですけれども、例えば午前中にですね、米拡大の話したり、それから国産のものをたくさん食べようというお話して、お昼じゃあどっか出ていこうかって農家の方々と言ったらですね、村岡さんここおいしいよってラーメン屋に連れて行かれるという笑い話みたいなところがあるんです。やっぱりですね、ここっていうのはですね、もう多様化した中でなかなかですね、国産のものを食べよう、国産が安心だということがですね、伝わってるかというと、例えばスーパーに行って中国産と書いてあったら、何書いてあったら気をつけられる方もいると思います。でも加工品になったらですね、ほとんどわからないっていうのが現実なんです。そういう意味でいくと、
農業全般しっかりと、日本の農業者に対して安心で安全で作ったものを宣伝していくというのはやはり農林省が指導を取ってですねやっていかなきゃいけない。その部分はですね多分どんな対策よりもですねまずそこの認識を国民全体に広めるということが一番大切だと思っておりますけどどう思っていらっしゃるでしょうか。林農林水産大臣。内容物の表示のところにですね例えばコンビニで売ってるおにぎりの、お米がどこのものか、とかですねそれからこの間九州へ行きましたときはこれ佐賀の方だったと思いますがやっぱり海苔のですね、産地をきちっと表示してもらえないだろうかとこういうこともございましたので、義務付けるかどうかも含めてですね、自主的にこれはどこどこの海苔ですということは全く構わない宣伝でしょうからということでございましょうから、そういうことも含めて、この情報を発信していくということとそれからやはり国産のものをうまく活用してですね国産ですよと言わなくてもこれいいじゃないですか美味しいですかと、この間いただいた青豆のドラジェなんていうのはですねまさにそういう典型的なものではないかとこう思いますがやっぱりそういう努力を後押しをしていくと、六次産業化等々でですねこういうことが相まってやはり、この成果を出していくということが大事ではないかと思っております。政策金融公庫だったと思いますが消費者の調査をしますと大体国産とそれから輸入物でですね同じようなものであると価格が2割ぐらい国産の方が高くてもですねやはり国産を選ぶという方が確か2割高で 50% 超えておったと思いますのでやはりそういったところをきちっと踏まえてですねいろんな施策を展開していくことが大事だと考えております。村岡俊秀君。ぜひそのことには、国内の農産物また国内の食品というのを宣伝のために頑張っていただきたいと思います。では本題に入りたいと思います。日本最高戦略ということで、ジャパンイズバック、非常にいいネーミングだとこう思っておりますがまずは最初にですねこれを進めていく上でやっぱりあの時のガットウルグアイランドの関連対策というのをどういうふうな、検証をしているかそのことに触れなければならないとこう思っております。平成6年に11兆であった、農業生産額というのは現在では 8兆という、70% になってしまっている、対策では6兆ぐらいかけたと言いながらそれがなかなかうまくいっていない。この検証については農林省ではどのように検証されているかまた結果としてどのような効果があったと思っているのか大臣から答え願います。林農林水産大臣。いわゆるウルグアイラウンド農業合意関連対策でございますが、これは同合意によって、国内農業への影響これを緩和するためにですね、事業費で6兆100億円で国費はそのうち2兆6700億円ということで実施をいたしたところでございまして実施期間が平成7年から14年度までの8年間、こういうことでございます。で12年の7月に同対策の中間評価というものを農林水産省で行っておりましてこの稲作の労働時間これ担い手の人の労働時間がですねやはり6割短縮されたということで効果が生じているところがあるという一方でですね担い手に農地の過半を集積をするという目標当時76万ヘクタール増加させようという目標だったようですがこれは目標に対して 46% しか達成できなかったと非常に低いところでございまして反省すべき点あったとこういうふうに認識をしております。今後はですねこういう評価を踏まえて農業の体質強化を図っていくにあたってはこうした反省も踏まえた体験これをですね踏まえて、いろんな必要な施策の検討をする必要があると考えております。委員長。村岡俊秀君。大臣この達成率っていうのはですね例えば8割いっててもまた 46% 担い手にと言っててもそれぞれのパーセンテージの達成率だけで評価してはですねこれはやっぱり
数値が違うんじゃないかと。やっぱりウルグアイで6兆かけて最終的な目標は農地の集積であり、そして農家の所得がアップするということが結果的にできなかったと。そのことをどうしてできなかったのかという検証をやっぱりするべきだとこう思うんです。で、私は今日資料を提出しましたけど、この前も質問の中でお話しましたけれども、2の方の下の方ですけれども、ドイツ、日本、オランダ、アメリカとありますけれども、やっぱりですね、減反対策とそれからウルグアイランドの、対策の2つ、これがですね、やっぱりですね、日本の農業をですね、輸出の方に転換しなかった、それからまた減反政策の見直しっていうのをしっかりしなかったことによって、日本の農業はやはり衰退し、なかなか立ち上がれないような状況に今なっているとこう思うんです。やっぱりですね、農業の政策をきちんとどちらの方向に向くかっていうのを今回はやることが大切だとこう思っています。その中で、日本最高計画の中も相当な輸出とともに攻めの戦略を取ってるんで、そこが大切だと思うんですけれども、私は先ほど申したように検証の中で達成率を一つずつ上げて、よくやったとかそんなことよりも実質的に何が間違えて農業が衰退したのかということを考えなければならないと思ってますが、大臣は何が6兆もつぎ込んだのに日本の農業を衰退したとこう思われているでしょうか。林農林水産大臣。平成6年から、23年まで、で見ますとですね、農業の総産出額が、11.3 兆から、8.2 兆円ということで 3.1 兆円減少ということです。それから生産農業所得ということでいきますと、5.1 兆から 2.8 兆ということでですね、約半分になっていると。それから経営規模の変化、これは 1.5 から 2.0 ということで、3割ですが 0.5 ヘクタール増加、それから平均労働時間も、これは推定ですが、38から26で12時間の短縮と、こういうことでありまして、相対的にマクロで見ると、今委員がおっしゃったようにですね、農業の総産出額、それから、自給率、それから耕作規模、耕作放棄地の規模を見ますとですね、かなり、この縮小になっているということは否めないわけで、ございます。その中で先ほど申し上げたように経営規模が若干ながらですね、この増加をしてきていると。したがって今までですね、今おっしゃったようなこともご議論として聞いたこともございますし、それから一つは大きく見ると、それ以前からずっと長い間かけてですね、50年かけて起こっているこの主食の米に対する需要の急激な変化と。で、これにどう対応するかと、50年間で半分になってしまったこの最も大きな主食の米の需要の減というものに対する対応と、これがあまり先を見た対応になっていなかったのではないかと、こういうことが一つ大きなこととしてあるのではないかと、こういうふうに思いますので、この主食の米が減ってきている傾向、これはもう大体収まってきてですね、定常状態にあると。最近ですと肉と魚が逆転するとか、いろんなところがありますが、したがって今の状況、先ほどのご議論でもあったように、人口も減っていくという中でですね、どうやって活路を見出していくかという中では、国産の価値を増大する、付加価値を増やすということもありますが、やはり伸びゆくアジアを中心として外に打って出るということで、輸出を増大していこうというところに戦略の一つの柱を立てたわけでございまして、そういうものも相まってですね、しっかりと今後は対策を立てていくと、こういう必要があると思っております。村岡俊秀君。大臣が重要なお話をしていただきました。やっぱりこれ、農業のいろんな大きな問題の主要な部分を占めているのが、やっぱり稲作なんですね。この稲作をどう対策するかということが、農業全体の大きな変化につながる、こう大臣も思っていらっしゃると思います。そこで先ほど言った減反の見直しとか、また輸出の点だとか、そういう形の中で何かというと、やっぱりですね、この政策の中で
消費者に対しても高価格を維持し、そして農業者にも高価格で買い上げるという、この根本的なところが、やっぱりですね、変えていかなきゃいけない。やっぱり消費者に対してはですね、ある程度安く米というものが入るようにしながら、生産者に対してはやっぱり直接支払いという中で主食を作るという中をしっかり変えていかなきゃいけない。両方とも維持しながらやっていくという政策に大きな間違いが、またその時代は全てが間違いではなかったかもしれませんが、それを維持するために例えば4割の減反というのをやっております。結局ですね、集約してもですね、4割も減反してたらですね、それは収益が上がりません。そういう状況、もちろん転作もしますけど、地域によっては転作したものっていうのは補助金としてはもらえるけれども、全くそれは市場では売れないものであったりすると、そういう状況ですから、ここで大胆な見直しな、しながら農業者の方々に安心してやってもらうという政策を出していかなければいけないんじゃないかと、こう思っております。そこで、先ほど言った政府の日本最高戦略で挙げられた目標追跡にてお伺いしていきたいと思います。まあ、成果目標として今後10年間で全農地の面積がの8割が担い手によって利用される、また、2020年に6次化産業の市場規模を10兆円とする、それとまた農林水産物食品の輸出額を1兆円とするとか、非常に、目標は大きく、まあ、目標が大きいのは素晴らしいことだと思っています。しかしながら現実的にこれができるのかどうかということが農家の方々がやはり心配されてますし、そして私も、この対策の中身はまあこれから具体的に詰めていくということですから、すべてまだ、具体的な策はないとは思いますけれども、まず最初に担い手の農地利用率ということがありますけれども、5割から8割にするということは相当1ヘクタール未満の人を集約していかなきゃいけない。そこにもう70万人、80万人の人が働いている。これを集約して結果農家じゃなくなる人が多いわけですけど、その人たちにはどのような対策を取ろうとこう思っているのか教えていただければと思います。林農林水産大臣。集約化自体の政策はこの県段階に農地中間管理機構、これはまあ仮称ですが、本格的に整備してやっていこうと、まあ、こういうことで、まあ、後ほどまたご質問があるかもしれませんが、今までよりさらに加速をしてここを使ってやっていきたいと思っておりますが、その集約によって、まあ、農家でなくなるという方ですね、これは基本的にはこの中間管理機構においてはですね、今までどちらかというと売買、したがって売り手と買い手の間をまあ取り持つと、こういうことでなかなか見つからないもんですから、したがってあまり例がないということもありまして、リースをですね、最大限に活用してやっていこうと、まあ、こういうことでございますので、一つ言えるのはこの農地をリースするということになれば、まあ、地代が入ってくると、まあ、こういうことでございますし、さらにこの6次産業化等々でいろんな取り組みが進みますと、例えばこの直売所やそういった6次産業をやっている場でですね、直接工作はしないんだけれども、そういう場所で同じ地域の中でですね、この働き場所を、まあ、確保してそこでいろんな活動をしていただくと、まあ、こういうこともあろうかと、こういうふうに思います。この間オランダに視察に行った時もですね、非常に先端的なグリーンハウス、まあ、向こうはガラスでできているわけですが、ものすごい大規模にした上でですね、この最終的にこの選果をするところがあります。パッキングの手前でですね、この選果の作業は高齢の方がですね、やっていただくと、あまり筋肉労働がないもんですから、こういうこともあるのかなと思って聞かせていただいたんですが、いろんなことで集落の中のいろんな方の働き場というものは、この確保していくということが必要だと思っております。村岡俊秀君。大臣、この集積と多分米の生産コストというのは結びつくことになるという計画だと思います。それで私の出した資料の1の下の段の方ですけれども、ここで
まあ、2010年の資料ですけれども、1ヘクタール未満っていうのが、未満の農業経営体が 84.7 万人、7万戸あります。その中で、例えば自分で作付けしてやった場合には、まあ、赤字になると。それで地代で、収入にした場合は、まあ、8万5千円仮に。でもですね、これ8万5千円なんですよ。これでは生活はできないわけです。で、まあ、これを仮にですね、全部が集積されたと考えると、550億ぐらいの地代です。そして、この550億の地代をまとめた20ヘクタールとか30ヘクタールの人が借りたとすると、下の一番下にありますが、今の現時点ですけど、農業の収益が2500万ぐらいありますから、200万ぐらいでだいたい借りられると。確かに計算合います。しかし、じゃあ20ヘクタール以上の人が何人ぐらいになるかというと、3万4、5000人です。3万4、5000人の人が、この1ヘクタール未満のものを全部集約して、550何億払っても、ちゃんと経営としては合いますけれども、ただ、もう人数は極端に少なくなります。まあ、そうなった時の、この対策っていうのはですね、この計算でいけば、もう集積して、ある程度、農業者の戸数は少なくていいという結果に普通計算すればなるんですけど、そうではないでしょうか。林農林水産大臣。このいただいたこの表によりますと、現在ですね、水田をやっておられることによる所得がまあ5万円の赤字と、まあ、いうことでございますので、まさにそれ委員がご指摘いただいたように、5万円の赤字と比べてどうなるかと、まあ、こういうことだと思うんです。したがって5万円の赤字が8万5千円の収入になった場合に、その方がじゃあ今5万円の赤字だけでですね、果たして生計を立てておられるのかと、こういうことがあるとこういうふうに思いまして、多分その方は他のこともやってらして、いろんなことで生業を立ててらっしゃると、こういうことになりますと、まあ、先ほどのウルガイランド対策の時に申し上げて、時間が短縮したということは申し上げましたが、さらにその地代収入が入ってくるということは、すなわちその水田の耕作の時間は、からは、まあ、解放されるということですので、さらにその、それ以外のなりわいに、それだけの時間が割けるようになる。まあ、こういうことであろうと、こういうふうに思いますし、もう一つは、まあ、今の農業の従事者の平均年齢66歳という話がよく出ますが、まあ、そろそろ、ご引退と、第一線から引くというようなことも、あるいはあるのかなと、こういうふうに思いますので、まあ、個別のいろんなケースに対応してですね、先ほど申し上げたようなことも含めて対応していく必要があると思っております。委員長。村岡俊秀君。大臣、私も同じ方向性なんです。別に5万円でマイナスで生活してるわけじゃないですし、もちろん兼業してるの分かってます。それで地代で、8万、5千円プラスになると。それはまあ1年間で8万5千円ですから、他で兼業で働いてたのにプラス8万5千円で、それは554億あって集積すれば、当然、3万3000人になったとして成り立つような計算になるんですけど、で、兼業の人がですね、全く農地を離れた場合はですね、実はですね、農村を離れる可能性があるんです。全くそこに関わらないということになると。まあ、その辺のところがですね、目標の中で農村社会の所得を上げようとしているわけですけれども、どんな関わり方をしていくかは、所得のお金の問題だけじゃなくて、やっぱり考えていかないと、きめ細かい、私が前の質問でも言っている、成長産業としての農業と、農村社会という、まあ、社会的な側面といいますか、環境保全という側面と、この二つがないと、まあ、確かに他の仕事をやってるけど、農村にいるということがですね、意味が少なくなってくるというか、そういう部分もあるんで、そういう配慮もしながら政策はやっぱりしていかなきゃいけないんじゃないかと、こう思いますけど、どう思いますでしょうか。林農林水産大臣。まさに、委員おっしゃったように、よく言われているのは社会的な意義を持った、まあ、農業と産業的な農業と、
というようなことを頭の整理いたしますと、まあ、多面的機能を維持するため、多面的機能の中には集落の維持というのも入ってくると、こういうふうに思っておりまして、今農業のための教養的な作業、すなわち、まあ、下刈りをしたり、水利、水のところ、水回りをやったりと、こういうことに対しての、まあ、支払いということもやっておるわけでございますので、やっぱりこういうことや、先ほどちょっと佐賀のご議論がありましたが、中山間地の支払い、等々をですね、多面的機能の支払いということで位置づけていくことによって、やはり、この社会的な農業とでも言うべき側面をですね、きちっと守っていくと、やっぱりこれが集約化して産業的にやっていくところと両々誤っていきませんとですね、トータルな農業政策にはならないのではないかというふうに考えております。長岡俊秀君。これはやはり離農しても離村しないようにということが、しっかりとこの農業の集落というのには大切なことなんだと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは次の、法人経営体数に数に関してですけれども、12,511法人を5万法人にするということですけれども、で今現在、19万ヘクタール法人で耕地面積を持ってまして 6.2% ということですけれども、まあ、単純に5倍で、まあ、30% から 40% この法人が持つということになるわけですけれども、この法人が持つという意味をどういうふうにお考えなんでしょうか。農林水産省奥原経営局長。この法人経営体制につきましては、この10年間で大体2倍以上に拡大しておりまして、今ご指摘ありましたように現在12,511法人ということになっております。この法人はですね、必ずしも稲作とかこういった土地量型だけではございませんので、野菜ですとかいろんなタイプの法人がございます。それからこの12,511はいわゆる家族経営が1個1法人になったものはカウントしておりません。従いまして、その法人らしい法人をカウントしたものが現在はこの12,511と、まあ、こういうことでございます。でこの農業の発展を考えるという場合には、やはりこの的確かつ機動的な、まあ、経営判断をきちんとする。例えば資材をできるだけ安く買ったり、販路につきましてもできるだけ有利なところに売ると、まあ、いうことはやっぱり機動的にきちんと判断をしなければいけません。まあ、こういった役員体制をきちんとする、あるいはその投資財源をきちんと確保するですとか、あるいは雇用関係をきちんと安定をさせるといったことから言いましても、やはり法人経営が伸びていくことが非常に望ましいというふうに我々判断をしております。まあその場合に、これから法人をどうやって育てていくかですけれども、まあ、例えば複数の個人経営を、まあ、一つの法人にまとめていくということもありますし、まあ、集落への組織をしてそれを法人にするといったパターンもございます。まあ、それからそれに加えまして、最近見られますのは、かなり大きい法人の方が若い方を自分の従業員としてまず雇ってですね、訓練をした上で何年か経ったところでのれん分けのような形で法人を増やすという形もございます。それから場合によっては、先ほどの1個1法人の経営の方が雇用者を増やしたりして、だんだん本格的な法人になっていくと、こういうこともあるかと思いますし、それから企業が農業に参入してやっていくと、こういうケースもあると思いますが、こういったいずれのパターンにつきましても、やはり法人化をきちんと推進をしていくということが必要でございますので、これは農地の中間管理機構の問題もございますけれども、それに加えまして、日本政策公庫のスーパーエル資金を融通するとか、それから税制の面では農業経営基盤強化準備金制度、これがございますので、これを活用する、あるいは法人ですと出資も可能になりますので、アグリビジネス投資育成会社による出資制度、こういったものを活用しながら、この法人化をさらに推進をしていきたいというふうに思っております。村岡俊秀君。今ご説明いただいたとおり、もちろん法人でですね、ある程度大規模化して、で新しい従業員を雇ってその農業に関わりながらというのは、その地域の雇用も生まれますし、素晴らしいことだと思います。まあ、そこでなんですけれども、大臣、企業参入ということで、前も企業の所有ということはリースで十分それは対応できるということをお話しされていました。私はですね、企業に所有させることがイコールなんか農業者の排除のように思っているところが間違いじゃないかとこう思っているわけです。企業もですね、農業地帯に入っていったらですね、一緒にその地域に合わせて地域の人たちと一緒にやらなきゃ農業なんてできないはずなんです。だから企業者ももちろんその入っていくときに、乗り込んでいくときに、まあその集落に対しては新入社員というような
新しくそこに転勤してきたというような気持ちを持って、そして経営のノウハウはやっぱりそれは企業の方が経営のノウハウというのはあるはずですから、そういう組み合わせを持っていくためにはですね、なんかやっぱりですね、土地も所有させないという法律がですね、どうしても一方で農業者の人も企業を送るのを排除しようと、企業者の人もなんかその農業地帯に入っていくのを我々は阻害されている。やっぱりですね、自由にした上できちんともちろんそれを勝手に宅地化したりそういうのは規制かけなきゃいけないと思いますけれども、企業参入というイメージをもうちょっと打ち出した方がやっぱりこの攻めの農業、そして将来の農業というのが伸びていく、こう思っておりますけど、大臣はどう思われていますでしょうか。林農林水産大臣。この問題は産業競争力会議等でもですね、議論になってきたところでありますが、私の考え方はこの間ここで述べさせていただいたとおりでございまして、でさらに平成21年の農地法改正でですね、リー方式が自由化されてかなり先ほどお話があったように入ってきておりまして、実際に入ってこられてですね、農業をすでに始められた企業の皆様っていうのがだいぶ増えてきておられまして、少しいわゆる産業界といいますか、そういうところにもですね、このリース方式というので行こうということが出てきておるなというふうに感じておりまして、で今昨日もたまたま官邸での会議があって、ローソンの新浪 CEO が来られてですね、自分のところは随分やってるけれどもリースしか考えてないんだと、所有はですねむしろ大体この農地の場合は普通の土地よりもこの通常賃料の25年分ということで非常に割高になっておりますので、彼がおっしゃっておられてなるほどなと思ったのは、むしろ所有をするとですねかなりデッドストックになってしまって資本の回転効率は悪くなると、したがってリースで全く問題ないというようなことをですね、昨日おっしゃっておられました。したがってだんだんそういうことで固くなにこの議論しないということではございませんので、課題としてはあり得るというふうに思っておりますが、まず今そういう動きが出てきておる中で、一方で先ほどちょっとお話触れていただいたように周りの方がですねやっぱり少し懸念があると、でそれほど多くないかもしれませんが、買って入ってこられた方が新入生で入ってこられてですね、1年生の途中ぐらいでいなくなっちゃったというようなこともあるということでありまして、今リース方式でそういうところに対するあまりご懸念がないような形でうまく今現場が進んでいるということでございますので、そういう方式でこの今進めていくことによってですね、さらにそういうもう何て言いますか、よそから来た人か元からいた人かっていう区別があまり意識されなくなってくると、そういう段階になればあまり、こういう難しい議論をしなくてもですね、あるいは新しい解が見つかっていくのかなと思っておりますが、今現状を見ますとまだせっかくリースでここまで来ておりますので、これを推進していく、で先ほど申し上げた中間管理機構、これを活用してですね、このリース方式で推進していきたいというのが現在の考え方でございます。村岡俊秀君。もちろん今リースで入ってやってるところはですね、それはリースでいいからリースで入ってると思うんです。それはまたちょっと別問題だなとは思いますけれども、ただですねやっぱり自由にその農業に参入していくっていう規制はなるべく緩和しながら、ただ農地としてしっかりやっていただくっていうことの部分はやっていかないと、大企業ばかりが乗り込んでくるわけではありませんので、やっぱり自分の財産というものがきちんと企業にその土地というものであったり、そういうものが求めてくる企業も、で特にでかい大企業が地方から来るというよりも同じ地域に住んでいるその企業をやっている人たちも農業に参加がどんどんできるような形を考えていくとなれば、それはやっぱり少し考えていかなきゃいけないんじゃないかと。むしろそういう姿勢を出すことによって農業に企業のノウハウがあり、そしてその地域の農村社会も守られると私は思っておりますので、そのことは話しておきます。そして対策の中で6次産業の市場規模についてということで、2020年まで1兆円から
10兆円にすると、こうなっております。それからまた、まあ、食品関連全体が100兆から120兆と、こういうふうに言われ、目標を立てております。まあ、先ほどお話聞いてますと、2% で、実質経済成長率 2% だと、120兆にいくと。まあ、それは経済対策、他のも含めてやっていきながら、その目標を達成しようということですけれども、でも実際に、この食品関連の100兆円というのは、先ほど大臣も言ったように、農業はまあ10兆円に満たないわけですね。流通であったり、加工の製造業であったり、飲食店であったり、でこれを考えるとですね、100兆を120兆にすると言いますけれども、今現在ですね、だんだん下がってきているわけですね。で人口も減っていくときに、例えばこの100兆が120兆を達成も難しいと思いますけれども、プラス農業の分野でこの9兆円が、1兆円が10兆円とかなるということは、例えば6次化産業というのは今の計算でいくと、直売所であったり、それからこの前青豆のドラジもありますけど、ああいう形だったりしますけど、ところがですね、直売所やそんなのどんどん増やしていくということは、今まで売ってたですね、大きなスーパーや何かがなくなるということになるわけですね。でこれ食い合いなんですけれども、実際に1兆円のものを2020年まで、10兆円にすると言っておりますけれども、その具体的な策はまだないということでよろしいんでしょうか。それとも何か対策があるということなんでしょうか。林農林水産大臣。今委員がおっしゃったように、食料関連産業まで入れますと、農業と関連産業で95兆円で、まあ、全産業の 11% ということであります。で今ファンドを作ってですね、この6次産業化の支援をしていこうということで、この経営指導補助事業融資等々をやっていくと、まあ、こういうことでありますし、それからまあ今ある市場を食い合うということではなくてですね、新しいニーズをやっぱり掘り起こしていく、これがファンドの一つの大きな趣旨であろうと、こういうふうに思っておりまして、まあ青豆のドラジャーばかり言って恐縮ですが、あれを買うとですね、何かが消費が減るかと、あれを食べた分何かを減らすかというとですね、まあ、そうではないんではないのかなと。あの分青豆とチョコレートの消費を減らすということではないと思いますので、やはりああいう工夫をされて新しくですね、付加価値をつける。多分青豆代とチョコレート代足したよりはお高いものではないかというふうに思いますので、やっぱりそういう付加価値をつけていくということがこの意味が大きいと思っていまして、特に今後はですね、この異食農連携ということを私申し上げているんですが、例えば介護等の現場でですね、このそれから障害者の施設なんかで農場を作ってですね、簡単にそこで作業をやってもらって、非常に回復が進んだという事例もあるようでございますし、それから機能性の食品ということで、例えばみかんの中に入っているこの物質をちょっと強化したものを作るとかですね、まあ、そういうことをしていくことによって新たにこの市場をまあ作っていくと、まあ、これはもう食品農業に関わらずあらゆるまあ産業においていることですが、イノベーションによって付加価値を増大していくと、このことによってですね、マーケットを広げていくと、こういう方向をしっかりと作っていくことが大切であるというふうに思っております。村岡俊秀君。で、じゃあ私もですね、その新しいその6次化ということですから、市場が生まれてきて大きくなっていく、その方向性を目指すことが正しいと思います。しかしですね、そのためにどういう対策するかという具体的なものがやっぱり見えてきていないわけです。それは何かというと、先ほど言った新しい商品を作る、新しい形を作るということだけじゃなくて、やっぱり農業者とそれから農協ですね、二つがですね、相当変わらなきゃいけないんです。変わっていかなきゃいけない。今までの生産者から生産物を集めて、それをそのまま商社にやって、手数料というだけでは、とてもこういう六次化の流れでですね、その町村やその県なんかで潤っていくような産業として伸びていかないと思うんです。ですから、
私の言っている対策はそういう商品化するという対策だけじゃなくて、やっぱり政府はですね、農業者の方や、そしてまた農協の方にどういうふうにその具体化をしていくのか、もっといろんな対策を立てていかなければ、やっぱりですね、実際の農協や農業者が変わらない限りですね、そう簡単にはですね、この6次化産業がですね、大きな市場を、新しい市場を生むとは思えないんです。だから、確かにまだ今これから参議院選挙もあります。大臣も参議院選挙が控えられてますけども、それは当然のことなんで、あまり選挙じゃなくこちらの方を一生懸命やられていると思いますが、やっぱりですね、農協の方々とももっとざっくばらに話してですね、先ほど言った中山間地域とか、そういう環境保全はしっかりと守ってもらう。しかしながら、やっぱり攻めの農業のところは、農協の人も変わってもらわなきゃいけない。そこのところは、選挙での怖さだけじゃなくて、やっぱり本当に農業を良くしよう。それから食品を良くし、食料のこの産業を良くしようと思ったら、やっぱりざくばらに話しながら、実際の6次化産業に向かうってことは、今までより余計なことをやらなきゃいけないわけですから、農業者の方も農協の方も大変ですよ。これまでそれやらなくてもよかったわけですから。だからぜひその部分でこれから農協や農業者の人たちのこの経営マネジメントができるような形になるための対策、そういうものはどのように取り組んでいこうと思っていらっしゃいますでしょうか。委員長、林農林水産大臣。大変大事なポイントだとこう思います。やはり経営者といいますか、経営の感覚というものをやはり持っていただくということが大変大事でありまして、この間の九州の方に参りましたときも、これ農協の方なんですが、もう6次化を義務付けてほしいと、全農協にですね、というような勇ましい方もおられまして、やはりそれぞれの地区でいろんな工夫をされた取り組みというのはですね、すでに出てきて、おるようでございますし、それからちょっと私の地元の例で恐縮なんですが、これは漁協と漁業者の間でですね、若い漁業者が何人かでこの船の上でですね、取ったお魚をそのまま詰めると、そうすると鮮度が非常に高いわけですね。で、何々丸の魚箱ということで、もうそのまま宅急便で、消費地へ送ると、こういう取り組みをやっておられます。でこれも6次産業化ということなんですが、これ最初やるときはやはりですね、漁業協同組合とかなり、いろんな話をして、少し時間はかかりましたけど、若い奴らがやるんだからやってみろと、こういうことになってですね、そういう取り組みが始まったと、こういうふうにも聞いております。したがってやはりこう一般論としてなんかこうというよりも、こういう取り組みをそのやるから一緒にやらないかとか、ある意味では認めてくれという話をですね、していく例、こういうものをですね、実は攻めの農水本部で集めましてですね、現場の宝と呼んでおりますが、どうしてそこはうまくいったのかということをですね、少し整理をして、で、いろんな共通点があるようでございますので、そういうものが他のところにも似たような取り組みとして、横展開で波及していけるようにですね、一体どういう政策で後押しをしていったらよいかと、こういう順番で今、施策を展開しておるところで、ございます。したがって誰々だからというあまり固定された概念にとらわれずにですね、いい取り組みをどんどんと伸ばしていくような展開ということを積極的に推進して、先ほどちょっと申し上げました2月から始まりましたファンド等も活用してですね、いろんなこう小さい芽を大きく育てていけたらと、こういうふうに考えているところでございます。委員長。村岡俊秀君。ぜひですね、そういう成功事例もどんどん農業者の方々に、それを情報として出して、で、マッチングもやっていただきたいと、こういうふうに思っています。ですから先ほどの実はですね、企業所有というのはですね、何かというと農業者が例えば半分、企業者が半分、両方リスクを背負いながら一緒にやっていくというような形もあっていいんじゃないかと、こう思っているわけです。全部企業者に、100% じゃなくても、農業者は生産というプロです。で、経営者は経営というプロです。
一緒にお互いを補完しながら行くときに、お互いにその出資をするという意味での、それが土地も出資してリスクも当然あります。しかし一緒にやっていこうという中で、私はどんどんそういう形で進んでいくのがやはりこれからの農業じゃないかと、そういうふうにしていかなければ、これまでの対策をいくら積み重ねてもなかなかうまくいかないんじゃないかという懸念を持っています。これはまあ我々また主張していきますので、次に移りますけれども、それからまあ大臣も言われますけれども、この農林水産物の食品の輸出ということで、まあ4500から1兆円、そして農林省の予想でも世界の食市場規模は340兆から10年後680兆とどんどん伸びていく、そのをしっかりと日本食を売り込んでいくということだと思うんですけれども、まあ、そのために目標の中に FTA 締結国の比率を上げるというのは、その目的のために 19% から 70% にしようと、こういう目標なんでしょうか。林農林水産大臣。今他国に比べてこの我が国の貿易の中でですね、FTA 締結国との間での貿易量を占める割合というのは低いと、まあ、こういうことでございますので、やはり同じ、少なくとも同じ条件でですね、この競い合っていくという、まあ、条件を整備して、ただ条件が同じになったから、こっちのものがどんどん出ていくかと、まあ、そんな甘い話ではないわけでございますが、少なくともそういうところは揃えていこうということで、まあ、必ずしもちょっと我が省関連部分ということではありませんけれども、政府全体として、そういうことを決めたと、こういうことではないかというふうに考えております。村岡俊秀君。まあ、その中で、まあ、農林水産省に関わるのは4500億から1兆円の目標で、農産物加工品を増やしていこうということですけれども、まあ、この前大臣のお答えの中でも、まあ、これから今、売れているこの輸出の農産物以外にいろいろこれから考えていくということを、またこれから農業者も発見して加工品とか出ていくって言いましたけれども、やっぱりこれもですね、ターゲット決めていかないとですね、なかなか1兆円にはいかないと思うんです。まあ、この対策を立てるときに農林省として何を一番増やそうという品目なり、また加工品なりあるのかどうか、それともまだこれからなのか、お聞かせ願いたいと思います。林農林水産大臣。この間発表いたしました中にですね、まあ、戦略というのを書かせていただいて、加工品もここにございますように、例えば重点品目として日本の食を特徴づけるコンテンツである味噌醤油等の調味料、菓子類清涼飲料水等々ですね、まあ、重点品目は書かせていただいております。先ほど後藤委員とのやり取りでもお話をさせていただきましたように、あらゆる品目についてあらゆる国ということになりますと、非常にこう手薄になってしまいますので、やっぱり品目を絞って、それから仕向け先の国も絞ってですね、しっかりと重点的にやっぱりやっていくと、その意味ではマーケティングをして、そこにそもそもニーズがあるのかということをきちっと見極めてからですね、まあ、重点化していくということが大事だと考えておりますので、先ほども少し申し上げましたが、この戦略案を作った上でですね、今各ブロックで実際にそういうことをやっておられる、もしくは今からやろうとされている方を含めてですね、ご意見を聞く会をずっと全国縦断でやっておりました。まあ、そういうことも踏まえてさらにこれを精緻なものにしていきたいと考えておるところでございます。委員長。村岡俊秀君。ぜひともある程度ターゲット絞っていかないと、10年後というのは長そうであって、例えば1年にいっぺんに取れる農産物だともう9回しかないんです。それを加工品にしていくにしても、やっぱりですね、ここは農林省がスピードアップしながら、どの品目なのか、またどの国に対して日本食を売り出していくのか、これを絞ってやっていっていただきたい、こういうふうに思っております。
次に移らせていただきますが、次に先ほど民主党の議員の先生もご質問しましたけれども、農業、農村全体の所得についてということで、まあ、3兆円倍増、それは農村社会全体だと、こういうふうな形で言っておりましたけれども、これもですね、やっぱり先ほどの先生が言われたように、メッセージ間違えちゃうんですね。自分の所得が倍になるとやっぱり感じてしまうんです。やっぱり書き方の問題だと思うんですよ。農村社会の所得を増やしましょう、また生産額を増やしましょうと、こういうことならいいんですけど、最初に所得倍増って書いてしまうから、これは勘違いすると思いますが、どう思われます、政務官どうぞ。長島農林水産大臣政務官。ご指摘の点について、私の方から少しお答えをさせていただきたい。確かに私も農家で農村に住んでます。だから農村全体でやはり農業所得を増やしていただくということは、農村にとってやっぱり大きな意義のあることだと思っています。そのことと農家一個一個の所得が倍増するということは少し分けて考えなければいけないんだと思うんです。で、一つはですね、6次産業化によって自分たちの産品が付加価値をつけてどれだけ所得が増えていくことができるのか、あるいはまたそのことによって雇用の場所を得ることができて、どういったやっぱり所得を得ることができるのか、そういうことを総合的にですね、評価をした上で農村の所得が増えていくことを私は期待をしていきたいと思って、その中にもちろん輸出産業も含めてですね、増えていってほしいなと思っております。村岡俊秀君。ですからやっぱりそこはですね、農村社会の全体の収入が増えていくような形で農村社会が守っていけるんだと、また発展していくんだということのですね、もうネーミング変えた方がいいです。倍増というのはやっぱり所得倍増ったらやっぱり普通はですね、所得倍増だと思ってしまうんです。そこはやっぱり変えるべきだと。150万円の収入上がるというのはそれは経済的になるのはいいんですけど、もう農業者の所得が倍増というのはやっぱりネーミングの問題は勘違いされちゃいけない、信じられなくなってしまうということだと思いますので、そこは、説明をしっかりしていくべきだとこう思っております。どうぞ。長島農林水産大臣政務官。したたずだったらごめんなさい。私は農村の所得が倍増すること、それはすなわち農家が潤うということだと思いますから、農村所得倍増ということで私はいいんじゃないかなと思っている一人であります。村岡俊秀君。まあ、これはやり取りしても始まりませんのであれですけども、やっぱり説明をきちんとしないと、農業者の人はそう思っているということを私は言っているわけで、その説明はしっかりとして全体で、生産また所得を上げていこうということだということをしっかりとそれは伝えなければ、せっかくの目標が後になって、なんだ俺の所得は全然上がってないじゃないかと、こういうことになりますので、そこは目標をちゃんと定めたらそれを説明していっていただきたいと思います。もう時間もなくなってきましたけれども、まあ、よくアベノミクスで三本の矢で、これは大変、まあ、株価乱高下していると言っても、一時よりは株も高いですし、まあ、一時よりはそれは円安でありますし、それから経済的な期待も、例えば夜の街に出ても私もあんまり行きませんけれども、非常に人が増えてきたような気がしています。まあ、そういう意味では景気が良くなってきたんだなというのはいろんな国民も感じていると思います。まあ、よく閣僚の人たちがテレビに出てくると、異次元の対策とか異次元のスピードでこのアベノミクスは進んでいる、世界にも発信している、何でしょうか異次元って。なんか民主党さんがいると申し訳ないですけど、昔宇宙人という人がいましたけれども、異次元という言葉をですね、使いすぎのような感じがするんです。しっかりとした対策を取って日本の経済を立て直す、そして特に農業にですね、異次元なんて使ってですね、農業者それは分かりません。異次元の先ほどスピードアップしてやるべきだと言いましたけれども、でも異次元のスピードでは農業は良くなりません。やっぱり地道な対策を取って、そしてスピーディーに、その上で異次元ではなく現実社会の中で農業は直していかなきゃいけない、こう思ってますけど、大臣はどう思われるでしょうか。林農林水産大臣。私はあんまり異次元というのは使っていないんですが、
やはりあの子供の頃ウルトラマンとかウルトラセブンとかああいうのを見てますと異次元というのはなんかあの倒される側の人たちのことをこう言っているようなですね、まあ、イメージがどうしてもあるのかもしれませんが、私はあの金融政策でですね、これまで の金融政策とある意味では非連続的なですね、あの政策の転換を行ったと、まあ、こういうことがあの一つあるのではないかなとこう思っておりまして、あのある意味ではあのそういうところは、まあ、それを形容する言葉として異次元というのが、まあ、あるのかなというふうにはあの聞いておりますが、今おっしゃっていただいたように農業農村の場合はですね、やはり地道に先ほどおっしゃっていただいたように毎年一作ずつ丁寧に積み重ねていくと、で現場があまり混乱しないように、仕組みもじっくりと時間をかけてやっていくと、やっぱりこのことは忘れてはならないとこういうふうに思っておりますので、少なくともその今までと不連続にガラッと何かをですねものすごく速いスピードで変えるということはこの農業農政の場面ではあまりないのかなというふうに考えているところでございます。村岡俊秀君、質問時間終わりましたので今日はありがとうございました。